はい、到着しました。今どこに到着したかというと、今回のあのガズの新しい本、ご機嫌ガズレレデイズ GGD の写真を撮ってくださってるカメラマンの松村さんのご自宅でございます。ちょっとこのかっこいい感じ見てください。でここはちょっととあるあのアニメの撮影された近所のエリアということで、すごい雰囲気いいんですよ。でここがね、僕も前々から お邪魔したいと思ってた場所で、全然関係ないところで僕ら雑誌でこの家、あれこれカメラマンの松村さんの家じゃねえのとか言って見つけちゃったぐらいので、ぜひここ取材させてくださいということでお願いしてて、今回来ちゃいました。お邪魔します。ここがすごい、すごいかっこいいすぎる、すごい、なにこれ、すごくないですか、かっこいい、お邪魔します。すごい、このなんか入り口の、わー、なにこれ、やばいです。これがまず玄関、すごい玄関、こっちもガラス張りでね、このガラス張りがこの下にね、このさ、この建具がもういいもんね、この質感が、この中庭になっててさ、この入り口がちょっとこうこもった感じがまた段差があるんだよ、すごい。しかもここもさ、ほらちょっとレンガ入るっていうから、レンガ、そうだ、あそこにも庭があって、あすごい、何このやばい、お邪魔します、お邪魔いたします。うわー、最高じゃないですか、これって、梁がすごい、ちょっと山小屋みたい、へえー、すごい、この階段ですよ、これすごい、めちゃくちゃアートじゃない、へえー、何この衣装、すごい、こだわり感じる、り感じ、あのテーブルも立て付けですか、これは、うん、あの作ったんですよ、台所と台所、あ、これ松村さんの相談したんでしょ、そうです、そうです、はい、これもめちゃくちゃこの家の雰囲気に、ちょっとこの天井もすごいよ、これ障子も元々ですか、障子も元々です、うわかっちょよすぎ、すごい、これまさにもう雑誌の世界だ、すごい、いやすごい、見てこのこっからのロケーション、ちょっとことじゃあしたこのこうこうで後で全然編集する、うん、すごい、すごい、いやあそこにガズジムにいるインコって、あ、これなんだっけ、文鳥、文鳥先生、かわいい、かわいい、ボンちゃんです、なんてめっちゃちっちゃい、これ大人のサイズですか、これ大人ですね、うちもいいな、かわいい、かわいい、あんた超かわいいじゃん、恥ずかしいって、オスだからね、歌を歌う、ほんとに、すごい、すごいですね、もうやばい、ちょっとこれは小杉さんのテンション上がるところをちょっと顔を取っても燃えちゃうでしょ、小杉さん、すごい、本当すごい、なんか私最近たまたまあの雑誌でそれこそアンドプレミアムとかわかんないけど、はい、この レンガに全部してるところのお家をたまたま見たんですよ、あ、そうですか、いや、そういう床ももともとあるんだって、これ何ですか、ちょっと暖かくない、今ね、さっきつけたんですけど床暖入ってるんですか、昔のだから温水床暖房、かっこいい、そうそうそう、すごい、あ、ウクレレがあるじゃないですか、フェイマス、25年前に買ったウクレレ、すごい、そこでもまた繋がっちゃったな、こっちの景色はすごくない、本当、なんですかこの景色は、なんかここ計算されて高いなってて、あ、そっか、道からこう上り坂なんですけ どその坂をだからまあ平らに整地しないで、うまく利用してるってことか、この階段がもうすごすぎますね、いやーすごいな、いやーまた家具がいい、はあ、家具がすごい、え、これは作り付けですか、これはね、あの友達に作ってもらったワンオフじゃないですか、どこだ、これモーブレイワークス、モーブレイワークス、分かんない、すごいな、3年待ちましたけど、へえ、なんかあのエアコンすらすごいかっこよく見えるんだけど、あんなスクエアなエアコンなんてあるの、これあれ普通に切り紙です、へえ、こんなの売ってんだ、かっこいいな、このスクエアで、いやー、なんかもうさ、こういう取っ手とかたまらない、あー、やばい、もうこれはいいね、すごい、え、これもと最初のまま、これは台所のキッチンとはここをこれパシフィックファニチャーに、おお、有名どころ、そうそうそう、住宅部分があって、そっか、まあね、購入したからやっぱちょっとカスタムですね、住みやすいように、
でも割とね、そんなにいじってなくて。この天井の高さがまたすごいね。いいですね。やっぱ高すぎ、なんていうのかな。わかるわかる。すごいいいバランスですね。いやー、こういうの本当生で見れると思わなかった。いやー、これは本当すごいわ。雑誌でしか見たことない。ちょっとね、たまげた。いやー。予想の3倍以上すごかったです。これはすごいなー。いやー。篠崎さんも初めてですか？あ、もちろん。すごいですよね。うん、かっこよい。はぁ、まずここにない。そうそうそう。こっちもいいし、こっちもいいし。抜けて、両方抜けてんだもん。じゃあ北向きで、こっちが北なんですか。そうです。へえ。そうなんです、ね。遊びに来た建築家言うには、うん、巡行で風景を見るって言ってます。ああ、そうだね。じゃあ日はこっちから入るんですね。日はそうですね。まあ、でもほら、うん、上からもね、入る。でもやっぱりこれあのノコギリ屋根と一緒でいつも一定の光が入るっていうかね。あ、そうかもしれない。そっかそっか。そうそう、そうなんだって。光の取り方とかをよく考えてるなって感じしますね。うん、なんかこの間あの布っていうかすごいウールのすごい作る工場行ったら、うん、はい、このノコギリ屋根ってあるじゃないですか、はい、工場のあれって北側で同じ日差しじゃないと色が分かんないからわざとああいう風にしてる。安定してる。そうそうそう、うん、なるほど。でもそういうのをきっと取り入れてんでしょうね。ちょっと和があるのがまた素敵なんだよな。そうですね、確かに。へえ。いやこれ結構だからあれだよね、なんつうんだろう、俺たちが好きなあれっぽい、うん、えっとねあれっぽい、あれっぽい、あれあれ、はい、ごめんなさい、あれあれっぽい、いや、えっとね、アルトですか。そ、あのね、試すハウスね、試すハウス、なんだっけ。あ、イームズですか。あ、そう、みたいなことを言う、あのムーブメント、ケーススタディ、あ、そうそうそう、ケーススタディハウスっぽい。それを言えない、言えない俺たち。それ、そう、ケーススタジーハウスに登場するような雰囲気あるね、60年代っていうか、この辺の建て付けとかそういう匂いをすごい感じますね。木ですね。で、案外やっぱり北欧っぽくはないんだよね、うん、やっぱり、ちょっとアメリカの感じがしますよね。ヨーロッパの人が移民で来てデザインしましたみたいな、アメリカに。でもこの和のテイストが入ってるからやっぱすごいな。その建てた建築家の師匠がこの人なんですね。え、武藤だけど。この方がここを作った弟子というか、まあ、あ、この方の弟子が、大学の師かな。わあ、でもこの写真の雰囲気もすごい。あ、やっぱこういう感じなんだ。本当だ、床が一緒だ。アールトの弟子らしい。そうなんだ。そうそうそう。すごい。やっぱりそういう、弟子となるとそういうね、文脈がやっぱりこう踏襲されてんだな。すごい、本当すごい。いや、たまげた。うん、たまげた。へえ。見てください、このちょっと今逆光になってるけど、すごい素敵。すごい。へえ、うわあ、かっこいい。絨毯で。そこのさ、この出窓ですよ。この、ね、この佇まい。そしてここもお庭があって。すごい。夢のお家だこれは。またさ、このちょっとしたさ、小物が可愛いんだよね。ほら、ちょっと大好きな石。ほんとだ。時計もおしゃれ。時計もおしゃれ。すごいね。なんかこの天井とか見て。あ、この。ほんとだ。形にこうなってんだね。いやー、とんでもないか、素敵な空間で。やばい。奥様の。ね、すごい。なんて言うんだろう。絵本ですね。絵本。すごい。わあ。かわいい。カメラマンとね、すごいね、絵本作家さんのご夫婦のうちですよ。はい、そういうわけでですね、お家拝見させていただきましてもありがとうございます。素敵なお家でもうびっくりしましたね。もうセンスしかない家だった。この景色が、これはクリエイティブになりますわ。カメラの。はい、カメラマンさんってことですけど、はい、なんか現像とかもするんですか、ここで。現像、暗室はやってなくて、下の部屋でパソコン作業する。あ、で、そこで取り込んでっていう作業部屋があって、はい、ね、ここリビングルームなんですけど、居心地良すぎてもうちょっとね、もうやばいです。で、今回の、ガズの新しい本、ご機嫌ガズレレデイズのですね、写真をですね、名前なんですね。そうなん、あ、そうか、知らなかったですか。そう、いろいろこういろいろアイデアを出して、はい、今のところ過去仮なんですけど、はいはい、まあ、これの感じですよね。
ご機嫌ガゼルデイズと後ろにこうここの家に押しかけてきたこの、まあ、あのチームはいどうぞどうぞであのこんなゾロゾロ仕掛けちゃってもう本当にありがとうございますということなんですけど、まあまあこの間ですね、あの我が家南信州まで取材にカメラを持ってきてくださってですね、はい、どうでした南信州。やっぱり相変わらずいいところでしたね。2018年に出した時と引き続きですか、うん、そうかそうかそうか、はい、そうね。で、今回も、まあ、すごいいい写真ばっかりで、あのね、ほんとね、こう、パッと撮るんですよ。なんか、隠し撮りみたいにね、撮るんです。なんか、油断も隙もないっていうか、まあ、隙だらけなんですけど、いや、ほんといい瞬間をですね、こう、バスッとこう、素晴らしい感じでいつも。隙を撮れてましたか？いや、そう、撮れてました。撮れてました。で、これがその本に、やっぱちょっと、入ってくるぞということなんですけど、今ね、そのデザイナーさんと編集さんの方で、うん、どんな写真がっていうことがあるので、はい、そういうのっていうのはカメラマンさんはもう投げっぱなしで。セレクトには参加しない。あ、まあ、ひたすらいいものを撮って、そうですね。どう上がってくるか。なるほど、なるほど、うん。そういう感じなんですね。だって僕らもその本を作るっていう裏側をね、はい、ちょっとご覧になってる皆さんにちょっとご案内したいなと思って、まあ、まさに本当にこのチームで今、訪れてきているわけですけど、やっぱ皆さんはそれぞれのこのスキルをでも持ち寄ってですね、このご機嫌ガズレレデイズっていう素敵な本がまあ作られているわけですけど、まだなんと完成してないわけですから。うん、で、カメラマンさんに至っては最高の写真を撮ってこう提出してるっていうことですよね。はい、そうか。じゃあ大体他のお仕事の時もそのできたものを見てこれだったんだなみたいな感じ。そうですね。それがこう予想をやっぱり上回ってると嬉しいですよね。ああ、こんな風に写真を使ったんだ。なるほど。自分で撮ってるだけではそこまではやっぱイメージできないもんね。そうですね。ああ、そういうもんですね、はい、でもその辺の感覚って僕らはちょっとどんな風に選ばれてるのかって分かんない。カメラマンさんがねこれがいいよって言ってるわけじゃないわけですね。写真をたくさん作ってくれたら嬉しいかというとそうでもなくて、ああそのバランスバッサリ切っちゃって、うんうんうん、いいものをドーンとこう、まあそうですですよね。まあだからそうか、だから自分のそのどうこうっていうよりはその作品のね、まあ、一番いいところを引き出せるなっていうような感じなんですけどね、うん、松村さんのそのカメラマンになるストーリーとかもねすごい面白くて、なんかちょっとだけちょっとかいつまんで一応教えてくださいよ。話しましたっけ。しました。なんかだからカメラマンのスタジオになんかアルバイトしてて。あ、スタジオマンやってですね、うん、はい、スタジオマンをやって、スタジオマンっていうんですね、はい、お手伝いして、ね、そうですね、うん、で割と若い時に見切り発車で導入しました。そうそう、見切り発車だったんです。だからそのすごい導入なんかやっちゃったんですね。全くだから計画がない、計画なくていきなりカメラマンですって言って。そう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 。だからそこのなんかちょっとやっぱり普通じゃないっていうか、ちょっとやっぱりすごいんですよ。でもなんかね、やっぱりこうゆらりゆらりとね、なんかこう、うん、なんかお仕事されてるところを見るとなんか勉強になりますわ。本当ですか。うん、なんかあれですね、そう頑張ってじゃないですもんね、うん、頑張ってないっていうか、だから柳のようにやってますもんねって言われますね。ね、なんかその力んでないっていうか、うん、そういうのがまあ写真にも出てるんだなって思うんですけど、だからこうインタビューしてもなんかこう、うん、聞いて出てくるの待ちがね、ああそれがまたいいのかな。俺に腕をしてる。いやそんなことはないです。では前ね、以前僕今お酒をね結構立ってるんですけど、はい、うん、最後の頃にもう本当最後の2回ぐらいの飲み会でね、焼き鳥屋さん行きましたね。焼き鳥屋さんとかも日本酒をいっぱい飲んで ね、その時もいろんな話させてもらってなんかすごい面白かったなと思ったんですけど、もう松村さんの写真は本当素敵だって。前回出た写真もねすごくこう壮大な柔らかい写真なんですけど、今回はまた輪にかけていいものが出てきてるんじゃないか。まあ僕もその完成形になってみないとね、まあ、分かんないですけれども、はい、楽しみにしているぞということで、はい、今日は本当にいきなり押しかけちゃってて、はい、もう本当良かったです。この素敵な、もう本当雑誌で見るようなね、夢のような時間でした。はい、そうそう。で、作品が出来上がるのをお互い楽しみにしていきます、はい。松村さんでした。ありがとうございます。はい、今ね、ここいろは坂通りって、ジブリの、なんと、なんだっけ、耳を澄ませばで、ね、おなじみのあの自転車でこう行くところですよ。これがその有名な聖地巡礼中です。わあすごい景色だな。あ、神社、これあれじゃないの？神社。あ、劇中の神社かも。へえ、すごい。へえ。いいですね。確かにすごい。へえ。これはかなりの登り方だよ。これはヘアピンカーブ連続で。確かにこれを二人乗りで行ってんちゃうのはなかなかです。無理だねこれ。なかなかでございます。
はい、どうもこんにちは。また来ました。今日、だから3つ目に訪れた場所かな。今日なかなかいっぱい行ってるんですけど、はい、最後のゲストは、一応お二方というね、池田さんでございます。ライターさんなんですよね。はい、で、前回の、いきなりウクレレ、時に、こう、出会わせてもらって、まあ、いろいろこう、やっぱライターさんがやっぱり、本っていうのはやっぱり一番、なんだかんだライターさんがやっぱ、ね、編集者さんっていうのをまとめるわけだから、本は一番、その、要は、文章こそがやっぱり本の何たるべきかっていうところで、やっぱこのライターさんっていうのがね、やっぱりすごい大事だというのを思い知ってるわけですけど、そのライターさんです。ライターです。天才ライター、池田さんってことで、もう本当にありがたいっていうか、基本的にね、この僕のガズレレに関するそのいきなりウクレレと今度出るご機嫌ガズレレデイズ、本のタイトルのアイデア出してくれたの池田さんです。やっぱり文章が出てくるすごいなと思ってるんですけど、なんかやっぱりどんな感じで、こう本っていうのは作られていくとか、そういう、なんか、やり方みたいなのってあるんですか？やり方ですか？はい。やっぱり最初に、でっかい地図を描く。おー。大きい、世界地図みたいな、でっかい地図を描いて、うんうんうん、で、ここにこういう場所にこういうものがあって、こういう場所にあって、それをこう、だんだん小さい地図にしていく。なるほど。やり方。じゃあ最初にソースみたいなのを集めて、しといて、まあ、それをこうやっぱり固めていく。そう、世界地図書いて、次に日本地図書いて、都道府県地図書いて、町の地図書く。いやー、なるほど。最後にちっちゃい地図を書く。ある意味ではデザイナー的要素っていうかね。まあ、やり方はみんな人それぞれ。もう、まあ、池田さんスタイルだと、そう。だから結局自分の中で一個編集が入ってるってことですよね。そうそう、もともと編集をしていた。あ、そうなんですか。そう。それは知らなかったです。あれですよ。白血病の話です。そう。で、そうなんです。さっき、登場してくれている編集担当の篠脇さんから、ちょっとその前に、ちょっと神田さんの紹介もちょっとしたいです。神田さん。今ちょっと映ってるこの女性が、実はめちゃくちゃ一番キーポイントになる女性で、そうです。何を隠そう。2017年に、なんと、ガズレレのレッスンをですね、その当時、僕のね、東京の住んでるお家でやってたんですね。その時に、なんと来てくださったんですよね。習いに来てくれて、で、女性二人と来てくれて、で、レッスン終わった後は面白かったってなって片付けてる時に、僕が何気に、お仕事とか、どんなお仕事されてるんですかって聞いたら、で、その時に、主婦の友社で厚生高齢の仕事してます。そう。主婦の友社っていうところ、ね、厚生高齢って皆さん、知ってます？ちょっと、簡単に、一言で、厚生高齢というのは一体何をされてるか。本の内容が正しいかどうか確認しながら文章的にも正しいかどうか考えて整える、整えたりですね、なんだろう、そうですね、個別はいろいろ調べたり裏を取ったり、はい、裏を取ったりもあるんですか、はい、あとはもちろん文字の間違いがないかとかね、それはまだ入り口なんですね、そしたら。そうですね、はい。そんなに結構あるんですね。そうですね。で、一緒に伺ったのが、新潮社の校閲をやってます。もっとがっつり校閲をする人を伺ったんですけど。そうか。だから、主婦の友社の校閲の方と、はいはい、新潮社さんというね、別の出版社の方と、二人でガズレレッスンを受けてきていただいて。なぜか。そう、それで、その時にその話を聞いて、僕がね、出版社さんにお勤めなんですか、僕、本出したいんですよって言ったのが、始まりなんですよ。このプロジェクトの。そう、そして、なんか、あれよあれよと。なんと、2018年に、まず1個目の本、いきなりウクレレという本が、出ていただきましてですね、それ、その時からのこの関係で、その時に本を作ろうってなって、篠脇さんを紹介してくれた時に、すごいとっておきの、もうこの、本の企画にぴったりのライターさんがいますって話になって、何がすごいかと言ったら、僕はね、こう見えてですね、白血病という病気になっちゃって、骨髄移植をね、させていただいて、まあ、いるわけでございますけれども、なんとこの池田様はですね、実のお姉様に骨髄を提供しているドナー様側だったという、そんなことありますかね。ねえ、もらってる人、こう、あげた人という、こう、それがこう、縁がこう、回ってるわけですから。基本的には僕ブログとかいろいろ発信をしているのをまあ見てもらって、で、池田さんのこうフィルターを通してこううまいことまとまってるんですけど、なんか自分で書いたっていうのはわかるんですけど、そのライターさんが書いてくれたものを見ると
感動したんですよ。自分で書いたはずなの、あれはどんな魔術だってやつで、確かにこれは僕が書いたことなんだけど、その順番がいいのかな。いやでも、すごいいいですよね、ガヤさんのコンテンツは。非常にいい。そうですか。非常にいい。ありがたい。いやいやいや、もう本当に思ったことバーッと書いてるんですけど。それがすごい伝わる。あ、そうですかね。いや、そうやって言ってくれると本当に嬉しいんですけど、だから、それがね、まあ、毎日大体ブログって書いてるから、うん、それをいいところ抽出してくれるわけですよね、つまりね。そうなんですよね。今回、5年分。5年分のブログを読みましたね。だから僕のブログ、誰より、俺より詳しいかもしれない。そう。前回も5年分。そうか。今回も前回の本から今の本までの5年分のブログを、まとめてね、はい、そうだから、今回ね、さっきも言ったんですけど、以前出したいきなりウクレレっていう本が、本の印刷された本がもうなくなっちゃって、うん、僕は増刷っていうか してほしいなと思ったんだけど、もう5年経っちゃって、もう内容全然今とね、うん、2018年の時点となんかいろいろやってることも違っちゃったしってことで、まあ、その今回のね、このご機嫌ガゼレレデイズの本の失敗にこう繋がっていくんですけど、まあでもその5年間見て、うん、まあ、近くで、うん見てもらって分かるように、なんかもうね、すごい、すごい変化、うん、笑顔が世の中に広がりですね。すごい。ほんとなんか僕もそれは素晴らしいなと思って、なんか、それだけの人が、やっぱ音楽自分でね、聴いているだけの人が、こう、やるに変わった人が増えて、うんまあ、いる、コロナ禍もあってね、それも大きかったと思うんですけど、うん、まあその辺のことも今回の本にはすごくいい、あの流れでこう、まとまって、さっき僕もちょっとゲラ読み始めた、うん、まだほんと前半ですけど、もう泣きそうだったよね。泣きそうだった。泣きそう。今回の読みどころはですね、上田さん、ああ、じゃあ川上さん、ジーラボーで、ね、ウクレレの開発もちょっとそこに入ってそうですね。そこの対談であるとか、あれも奇跡だもんな。モジャ川上さんのインタビューであるとか。はいはいはい。モジャ川上さん、すごい移住しちゃったからね、ベトナムに。そうなんです。その辺のことも今回、GGD にはね、結構触れているんですよ。はい。でもそうやって考えてみるとすごいですね。もうまず神田さんに出会ったところから始まって、うん、池田さんにもう奇跡どころかもう本当偶然のつながりばっかりで、そしてね、上田さんとかこの G ラボ今ウクレレをやってるのも、あれも本当に奇跡のつながりで、その出会いのことについてもね、ご機嫌ガゼレレデイズは結構触れてて、やっぱりね、本当にいいことっていうか、これはもう世の中のね、こう、なんていうのかな、こう、流れに助けられてるっていうかさ、なんかそういう気配がしますね。なんかそれをすごくやっぱり、僕がね、やっぱ、その、要は、丸田んぼで削り出したものを生産してくれるっていう感じなのかな。だから本当、だから最初に神田さんに出会った時からもすでにブログを書いていた自分がすごいなと。ね、まさかこのブログで出版してやろうと思ってないわけですからね。ただただ書いていったってだけで。そうそう。本の中にも登場しますけど、そのウェブ進化論っていう本は僕は読んで、うん、このね、もう誰でも発信できる時代に何でもいいから自分が思ったことを発信するのは、なんか素晴らしいなと思って、そっからなんか意味もなく始めたのも、まさかこんな展開になるとは。まあ読んでもらいたいです、本当に。うん、ぜひ皆さんこの本はね、やばいです。この池田さんこの池田さんという女性が、やっぱ最後に魔法をかけてくれて、で、最後にその文章を最終チェックしてくれて。最終チェックしてます、神田さん。いや、神田さん。だからもうそういうチームでですね、で、挿絵は吉岡さんが、で、写真は松村さんが、で、それをまとめるのは、篠明さんということで、まあそういうチームでですね、最高の、笑顔溢れる一冊を。お届けしようということで、今日ここがね、今日の旅の最終地点なんですよ、はい、最後手料理をこう手巻き寿司パーティーをするっていう、そんなちょっとご紹介になります。今日はだから旅は本当にね、今日関わってくれた皆さん紹介できてね、よかったかなと思います。そんなね、こう皆さんのこう熱い思いがですね、しかもこうプロフェッショナルのすごくこうクオリティ高い人たちが作って生み出しているこの素晴らしい本なんで、ぜひ皆さんご機嫌ガズレレデイズ GGD よろしくお願いします。というわけでですね、なんかこう池田さんがいろいろ準備してくださって、なんか本できてないのになんかパーティーやってるんですよ。はい、手巻き寿司パーティーが始まってます。いや、とにかく美味しいっていうか、これ驚くことにまだ本が完成していないというのに出来上がったんじゃないかという勢いですけど、まあこれでまたね、最後の仕上げにみんなでちょっと進んでいければなということで、今日は皆さん吉岡さん、篠明さん、神田さんと池田さん、本当にちょっと今日松村さんの参加はねなかったんですけど、ありがとうございましたということで、ご機嫌ガズレレデイズ GGD
皆さんどうぞよろしくお願いいたします。最高の本になるのか間違いなく、まだ完成されてあるまだまだ最終仕上げというわけで、この旅はこれで終わりになります。バイバイ、よろしくねー。